ただいまより本日の名誉と日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー105ポンドの新生所属 WBA 世界ミニマム級7位 WBC 世界ミニマム級6位 WBO 世界ミニマム級5位 IBF 世界ミニマム級6位日本ミニマム級チャンピオン小林レイヤー。青コーナー挑戦者104ポンド2分の1三河所属日本ミニマム級1位ジャッジ宮崎久志、同じく北村信之、同じく坂本翔吾、レフェリー川上淳。1993年7月生まれ、
神戸市灘区出身、デビュー2013年8月、戦績14戦14勝、14勝のうち5つの KO 勝ちが含まれています。対しました王コーナー松井健太井川所属、1995年1月生まれ、愛知県蒲郡市出身、デビュー2012年7月、戦績14戦8勝6敗、8勝のうち1つの KO 勝ちが含まれています。ラウンド2。
なるほど。
それでは最後ラウンド終了時点での採点を公開いたします。50対45が2社、50対46が1社、3社ともにチャンピオン堀選手優勢です。ラウンド6、
Look!
ロナド、ラウテル、ラサード。最低の結果を発表いたします。ジャッジ宮崎久俊99対90、ジャッジ北村伸幸99対92、ジャッジ坂本翔吾99対90、以上3対0の判定により勝者、日本ミニマム級チャンピオン、東芝。